皆さんこんにちは、夏目です。今回は弟がこっちに遊びに来た時に、夏8月中旬ぐらいに遊びに来た時に、一緒に秋葉に行ってそこでいろいろ仕入れてきたので、そちら紹介していこうかなと思います。この前羅針盤さんというところで買った商品紹介したんですけど、そこは、ね、中古ショップなんですが、普通の本屋さんとかで買ったものを今回から紹介します。で、買ったものを紹介するんですけど、できるだけ作品、同じ作品をまとめて紹介したいので、この一緒に買ったものでも、ちょっと抜いてるっていうか外しているものがあるんですけど、とりあえずよいしょバラバラのものをね、一緒に紹介します。バラバラっていうか一個一個になってるやつは、今紹介しちゃいます。まずゲーマーズさんで買いました。これはなんだっけ、これはなんか本買ったらもらえる特典、好きなの選んで買える、買えるじゃない、好きなの選んでもらえる特典ですね。で、佐々木さんと宮本くんという漫画、これ一巻で特典がついてたので買いました。内容はよくわからないんですけど、特典付きだったので買ってみました。しかも1巻だったからね、4巻とかだったらまあ今更ってなるんですけど、1巻だったので試しに買ってみました。特典も付いてましたので買ってみました。これなんか小冊子なのかな。お、かわいいじゃん、シスターみたいな感じ。いいね。お、このチャイナドレスみたいなのもいいし、シスターみたいなのもいいですね。あ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、これいいじゃない。はい。で、僕の彼女が真面目すぎる少女ピッチな件。最近さ、最近のさ、そのラノベとか漫画とか何でもそうだけどさ、タイトル攻めすぎじゃない？いくらなんでもさ、タイトルが攻めすぎてるものが多すぎると思うんだけど、何見てるんですかって、何をさカタカナにするとかさ、次に来る漫画大賞7位、絶妙、これがまたいいね。7位、1位2位3位とかだったら分かるけど、7位、いいね。7っていう数字好きだから、俺な、7月生まれだし7っていう数字好きだから、うん、いいと思うよ。で、これも特典付きだったので買いました。しかも1巻、同じ理由です。1巻だし特典付いてたしで買いました。今度は何に影響されたの？あ、影響されやすいのかな、この人。アキペディア、豚野郎、男性の呼んでほしいセリフランキング第2位。そうなの？第48位はたったの5センチかゴミ目。よくわかんない。なんでいきなり48位なの？ AKB 意識とかじゃないよね。豚野郎の前にこのをつけると、英語で言うところのベリーのような効果があり、豚に響きがかかる。何この英語の授業みたいな。イントネーションのさ、なんか授業みたいな、英語のその表現技法の授業みたいなさ、ベリーをつけると強調されますみたいなさ、なんなの。こう、でもこの 4P リーフレットってさ、保存がよくわかんないんだよね。このまましまうと中見れなくなるしさ、あ、広げてしまえばいいのかな。広げるとどんぐらいになるの。何この微妙な大きさ、何これ。B6 よりも大きいよね、多分。すげえ微妙な大きさなんだけど。こうやってしまえればいいけどさ、英語かな？英語サイズかな？多分英語サイズかもしれない。こうやってしまいたいね。はい。という感じです。4P リーフレットが2個あります。これも広げてしまいたいですね。とりあえず置いといて、こういうさ攻めたタイトルだと何が困るって、もしこう探してる時にさ、店員さんに聞く時に言えなくない、こんなことね。長いし、すいません、僕の彼女が真面目すぎる処女ビッチな件ってどこにありますかって言えないでしょ。そんな長えよ、まずタイトル投げんなよ、すげえなんか間が悪いよね。あとこのうちわももらいました。夏だったから、今もう秋だけど、うちわってどうやってしまえばいいんだろうね。
どうやって保管すればいいんですかね。ここが邪魔なんですけど、扇子とかだったらしまいやすいけど、うちわってどうやってしまえばいいんでしょうか。あれか、 B4 のクリアファイルにこう入れとく、まあ、この前もちょっと言った変女とかだったら、内容はすごい攻めてますけど題名はそんな変じゃないので、まあ、変女っていう変っていう漢字ついてますけど、呼びやすいしね、変女って。変女ありますかって聞きやすいしね。それくらい語呂がいい方がさ、買いやすいっていうかね、店員さんに聞きやすくていいよね。あ、すいません、変女ってどこですかってこうパッて聞けるじゃん。そこね。これもさ、これも同じ日に買ったやつですけど、あ、違う日だったっけ、あ、同じ日か、同じ日だけど違う店舗、あ、違う、これは違う日に買ったんだ。でもこれもゲーマーズ、池袋のゲーマーズかな、これは袋のゲーマーズか。これだってエロ漫画先生ありますかって聞けなくない、聞きづらいよな。店員さんがさ普通に言ってて、でも面白かったな。エロ漫画先生購入していただいた方にって、ただいまですね、エロ漫画先生を購入していただいた方にこちらキャンペーンやっておりましてって普通に言ってて、やっぱ店員さんは慣れてるなと思ったね。で、このブックカバーもらいました。これもあれだ、英語かな、英語か B5 かの、あ、 B5 だったかな、 B5 のファイルにちょうどよく入るので、綺麗に保管できます。はい。で、なんだっけ、ギャルとオタクは分かり合えないっていう、なんかピチピチの女子高生の漫画みたいなやつ、冴えないジミコが私の天使な剣。でもさ、冴えないジミコってよくない、地味な子好きなんだよね。なんか何でもできちゃう子よりは、なんかこう冴えないっていうか、まあできなすぎるのも困るけど、こうちょっと平凡な地味な子がいいよな。なんかいいと思う、地味な子が好きだわ。よいしょ。多少ブスなぐらいがちょうどいいんだよな。可愛すぎるよりもさ、多少ブスぐらいがちょうどいいと思うんだよね、俺的に。可愛いのは二次元で十分だよ。ちょっと理想がね、高くなりすぎてもあれだから。で、可愛い子って結局自分で可愛いって自覚してるからさ、ね。大変だよ。いろいろと大変だよ。結局可愛い子は自覚してるもん。わからないわけないじゃん、だって。自分で気づかないわけないじゃん。いや、そりゃもう、ね、大変だよ、いろいろ。本当に。なんか特典がついてたので、買いました。よくわからないけど。内容はよくわかりませんが、特典がついていて1巻だったので、同じ理由です。買いました。はい。で、これもうちわ。なんかすげえ、ロケットみたいな、おっぱいしてるけど。何これ、すごいな。随分と尖ってるな。で、トリニティセブン。この透けてる感じの表現がまた、どうやって書いてんだろう、これ。上から消してんのかな、消しゴムっていうか、そのツールで消してんのか、こう。上から、透過みたいな。まあ、デジタルだったらいろんなこうツールがあるからこういう風に書けるのかな。はい、そんな感じですね。あ、よいしょ。まあ、秋葉と池袋のゲーマーズさんで買いましたっていう動画でした。よいしょ、まあ、ゲーマーズつながりかな。作品はバラバラですけど、ゲーマーズつながりということで、で、他にも買ったんですけど、それは作品として、その一つの作品としてまとめて紹介するので、今回はこれだけで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。